実業家の堀江貴文氏が20日付で自身の YouTube を更新。女優広末涼子の不倫問題に関連して不倫に対しての持論を展開した。堀江氏はそもそも僕の周りって結婚してる人で不倫してない人ってあんまり見たことないんだよね。逆にと話した。堀江氏はなんでみんな離婚しないのかな逆にって思っちゃうぐらい不倫してますよねと話し、少子化の原因の一つってこの家族制度にあると思うんですよねと持論を展開し、一夫一妻制を古臭いと話していた。不倫は悪くない。悪いのは誰かを悲しませること。いや、不倫自体よろしくないぞ。そちらも言ってる通り、誰も悲しまない場合は、あくまでレアケースであって、基本的に不倫はされた側に、大きな精神的打撃を与えかねないし、やり方では、不倫相手も偉いことになる。ただ、それはそれとして、人が人を好きになるのに理由はなく、そうなった際に、理性で抑え込めない場合は、せめて筋通して、先に別れてから付き合えばいいのにとは思う。他のコメントの皆さんも書かれていらっしゃいますが、そもそも皆がやっていることだから、大したことないんだ、許されるべきだという理屈自体が、多数派に訴える論証という奇弁で、皆がやっているから、皆がそう言っているから、正しいという確証はない。不倫は倫理的に正しいかどうかという議論と、皆がやっているから、倫理的に正しいかどうかという議論は別のもの。次に、僕の周りと言っている時点で、結論ありきで自分に都合のいい事実だけをピックアップする、チェリーピッキングと呼ばれる奇弁であって、自分の主張の正当性を証明したいがためにいい加減な思い込みを述べているに過ぎない。確証バイアスについて理解していたら、自分の周りでハァなんて言わない。堀江氏のことを、自頭はいいんだろうけど、みたいなコメントを見かけますが、典型的な破綻した論理を堂々と主張するあたり、全くそうは思えない。価値観が人によって違うので、良い悪いは、その価値観の影響が強い場所では、大きく影響を受けるな。良い悪いというよりは、その行為をするような環境や思考が問題なんだと思うね。そのような行為をしない人の方が多いわけだからね。性欲強い人と弱い人では考え方も違うから、どちらが良いとかも違うと思う。ホリエモンの周りには多いけど、ルイは友を呼んでいるだけの話だと思う。ホリエモンが付き合うような仲間が似たような感じの仲間と付き合っているから、そうなるだけだ。ホリエモンもいろんな人と遊んでいるから、似たような仲間が多いだけだろうな。ただそれだけだ。まあ、米主が現実を直視しないのは自由だが、資産家や有名人ほど浮気や離婚、かなり当たり前だろう。一般人がそこまで浮気しないのは、そもそも自由に動かせる金も時間もないので、そこまで若い子に相手にされないのと、慰謝料養育費払って別の女と新生活。真面目に考えたら、経済的に持たないからだろう。経済的には遠慮する必要がなあ年収が数千万、いわゆるエグゼクティブの不倫率とか結構やばそうだけどね。もちろん心の底から奥さんが大切なのでチャンスがあっても浮気しませんって男もいるだろうが、新婚ならともかく何十年もそれを貫く男は稀よ。ただ、普通のリーマンで、中高年になって、金も大してなければ誘惑される機会が激減するから、わざわざ能動的に、出会い砂などって、家庭ぶっ壊したくなくなるとは思うが、金持ちは別だろう。